紹介試験を始める前に音を聞いてくださいまだ問題用紙を開けないでください音がよく聞こえないときは手を挙げてください「天気がいいから散歩しましょう」「天気がいいから散歩しましょう」 天気がいいから散歩しましょう天気がいいから散歩しましょう問題1問題1ではまず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて 問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは練習しましょう例<で>夫婦が話しています。2人は友達に。 何をプレゼントすることにしましたかねえたかしくんに引っ越し手伝ってもらったお礼に何かあげたいんだけど何にしようかそうだなぁたかしはおしゃれだからかっこいい t シャツとかはそういうのは本人が選んだ方がいいんじゃないこの前トースターが欲しいって言ってたからそれどうかなあそれ 先輩がくれることになったって言ってたよそういえばたかしはコーヒー豆をいつも買って飲んでるみたいだからそれあげないあいいね早速買いに行こうよ駅前のショッピングセンターに良さそうなコーヒーショップあったよねあったねスーパーのと僕は自分用に缶ビール買おうかなそうねじゃあ行こう 二人は友達に何をプレゼントすることにしましたか。最も良いものは三番です。回答用紙の問題一の例のところを見てください。最も良いものは三番ですから。答えはこのように書きます。では、始めます。 1> 1番家で朝ごはんを食べながら息子と母親が話しています息子はプールから帰ったらまず何をしますかお母さん今日はごはんべたら友達とプール行くからあら珍しいいつも部屋でゲームしてるのに体を動かす方がずっといいよね毎日プール行ったら それか他の運動するとかうーん、それで友達と一緒にここ帰ってくるからうちでゲームするかもしれないあ、帰ってきたらすぐ何か食べたいからお昼作っといてよはいはい、スパゲティでいいうん、あ、ねえ薬飲まないといけないかなああ、あの薬は朝食と夕食後だから これ食べたらすぐ飲みなさい、うん、息子はプールから帰ったらまず何をしますか 2>, 2番、学校で学生と先生が話しています。学生はこれから何をしますか先生、小論文のテーマがなかなか決まらないんですが。ああ、まず思いついた言葉をどんどんメモするといいですよ。テレビとか見ながらだとたくさん出てくるんじゃないはい、それはやったんです。 これメモなんですがただなかなか絞れなくて文章の流れとかどう書いたらいいんだろうってああそこで文章の流れに行っちゃうと考えが止まるのよあそうなんですかメモの言葉を見ながら反対のことや反対の言葉を考えてみるあ例えばこの宿題という言葉ね じゃあ、宿題がない世界ってどんな世界だろうとかねそうやって発想を広げるわけああなるほどやってみます学生はこれから何をしますか 3番客と靴屋の店員が話しています客はいつ靴を取りに来ますかこの靴直していただけますかわかりましたえっと今日の午後6時の営業時間終了までにできますあの今日は来られないんで明日の午前中に来ますあ大変申し訳ないんですが 明日は休みなんですよ。え、そうなの困ったな。あさってから出張だからどうしても明日必要なんだけど。そうですか。あの、今日は何時だったらいらっしゃいますか店は閉まっていますが、時間がわかればそれまで私、いるようにしますが。そうね。でも、用が全部終わるのは夜ら時頃になっちゃうし。うん、い,いや。 じゃあ店が閉まるちょっと前に来るから。申し訳ありません。客はいつ靴を取りに来ますか 四番。女の学生と男の学生が。英会話の勉強について話しています。女の学生は。どこで勉強することにしましたか。私、この休みに、二週間ぐらい集中的に英会話をやろうと思ってるんだ。え、すごい。外国とか行って。アメリカとか。 そういういいい遠くて高いところへはいけないよ国内にも合宿とか集中講座結構あるしそういうのもいいかなと思ってそうだねでもせっかくだから外国にあのさだったらフィリピンとかいいんじゃないうんそれも考えたよやっぱり日本でやるよりずっといいよねでも2週間だからな今回は海外へ行くのはちょっとね そうだね行くなら1ヶ月ぐらいは向こうにいたいからなうんそうだよね長く行ける時はニュージーランドとかも考えてみるよまあ今回はあまりお金をかけないということで女の学生はどこで勉強することにしましたか 5番家で夫と妻が料理をしています。夫はまず何をスープに入れますかえっと、野菜は全部切ったよ。肉と豆腐とキノコ全部準備できた。うん。じゃあ、味をつけたスープ、このお鍋だから材料を入れてくれるうん。肉からだよね。 あ、今日のお肉は薄くてすぐ煮えるから固い野菜を先にスープの味が野菜に染み込んでおいしくなるのよあそうなんだそれから肉うんうんきのこと豆腐。これも味を染み込ませるからああそうかじゃあその後に肉なんだ柔らかい野菜は最後だねこの葉っぱの野菜。そうそう そういう野菜は食べる直前ぐらいね、シャキシャキした食感が必要だからあまり煮ないでさっとね。夫はまず何をスープに入れますか 6番女の人と男の人がイベントについて話しています男の人はこれからまず何をしますか明日のイベントの準備確認しましょうかはいえー、っと道具関係はテーブルと椅子ポスターやパンフレットパソコンとプロジェクター ポスターが今朝まで届いてなくて心配だったんだけど、届きましたよね。そうですね。取りに行こうかと思いましたけど、大丈夫です。ここにちゃんと、あとは、えー、プロジェクターがきちんと動くかどうか確認した方がいいですね。あ、じゃあこの後すぐお願いします。それと、スタッフの仕事の分担はどうですかええ、それはもう決めました。 今日の午後打ち合わせしますはいよろしくお願いしますじゃあそんなところですね男の人はこれからまず何をしますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では 練習しましょう例<で>男の人と女の人が会社で話しています女の人は昨日どうして会社を休みましたか 中井さん昨日休んでたよねどうしたの風邪でもひいたううん、うん、そうじゃないんだけどちょっとそういえばお父さん具合が悪いって言ってたねそうだったんだけど父は良くなったの今度は母がね看病で疲れたせいかちょっと寝込んじゃってでもそれだけだったら休まなくてもよかったんだけど 母が祖母の家に行くことになっててね私が母の代わりに行かなきゃならなかったのよいろいろ大変だねお疲れ様。女の人は昨日どうして会社を休みましたか?」「最も良いものは4番です」回答用紙の 問題2の例のところを見てください最も良いものは4番ですから答えはこのように書きますでは始めます1番男の人と女の人が話しています男の人は、 どうして水族館に行きたくありませんか 山の中の水族館ね。僕はいいや、行かないよ。え、なんで遠すぎるいや、そうじゃないよ。あのさ、水族館って海の近くにあるのが自然じゃない海の近くじゃないことが、あの水族館の一番面白いところなのよ。うーん。 遠くから連れてこられた海の生き物をわざわざってそうかあ美術館もあるよそっちにするおお何か面白そうな展示やってるかなちょっと調べてみよう男の人はどうして水族館に行きたくありませんか 2番 2> 区民センターの会議室で女の人と男の人が話しています女の人はどうして遅れましたか すみません。遅れて申し訳ありません。いや、大丈夫。気にしなくていいよ。何かあったのあの、自宅のプリンターが動かなくなってしまって、ちょっと資料作りが。それは大変だったね。自分で直してたのいえ、近くのコンビニに行ったんですけど、人が並んでて待たないといけなかったんです。ああ、そうなんだ。 じゃあ次そういうことがあったらすぐ電話で連絡してくれるといいよ多分この区民センターのが使えるから私がやっとくよあそうですよね次からそうします「女の人はどうして送れましたか?」。 3番男の学生と女の学生が話しています女の学生は何のためにベトナム語を勉強していますか 山本さん最近ベトナム語勉強してるんだって旅行でも行くのあ旅行も行きたいと思ってるんだけどでもそのためじゃないの実は最近ベトナム人の友達ができてさその人日本に来て日本語を勉強してるんだけどへえ、そうなんだ山本さんも日本語を教えてるわけいや彼女結構話せるのよそれでね ベトナム語を少し習ったら面白くなっちゃって私言語学を専攻してて今論文書いてるじゃないそれに役立つかなって思ってへえ、やる気あるなでも友達とベトナム語で話すのもいいじゃないそうだけどそんなにすぐ話せるようにはならないよ 女の学生は何のためにベトナム語を勉強していますか四番女の人が美容院の留守番電話にメッセージを残しています 女の人は何のために電話しましたか?」。 あの明日10時予約の田中ですすみませんちょっと午前中都合が悪くなってしまって午後1時に変えていただくことはできますかもし無理だったら明後日以降いつでも10時から大丈夫ですあのその場合はこちらに電話もらえますかよろしくお願いします 女の人は、何のために電話しましたか5番女の人と男の人が話しています。男の人は、

ええ、うちの息子、今月、大学の卒業式だったんですが。あら、それはおめでとうございます。よかったですね。ありがとうございます。で、実は息子にプレゼントをもらいましてね。えプレゼントをもらったんですか佐藤さんがあげたんじゃなくてそうなんですよ。普通は逆ですよね。息子、 大学時代にアルバイトしたお金を貯めて私と妻に旅行券をいや嬉しかったですねそれは素晴らしいですねそれでどちらに旅行なさるんですかなんだかもったいなくてまだ決められないんです男の人は 何が一番嬉しいと言っていますか6番女の人と男の人が話しています女の人はどうして 父親が料理を習っていることを知りましたか うちのお父さん最近急に料理するようになってさへー料理いいじゃない上手なのそうでもないよお母さんがいろいろ口出してんだけどうちのお父さんすぐカットなるから上達してないよ <laughs> じゃあネットとか見てるのかなお父さん料理の作り方のサイトいっぱいあるしねいやそれが どうも料理教室行ってるみたいなんだよ家族に内緒でこの前その仲間と電話で話してたの聞いちゃってさへえそうなんだ本格的だねなんかすごく楽しそうに話してるんだよ友達ができたのも嬉しいんだろうねきっと女の人は「どうして」 父親が料理を習っていることを知りましたかここでちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題三。問題三では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。 まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、一から四の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。例<で>、学校で。 先生が生徒たちに話しています皆さん、今日で今学期は終わりですねそれで、休み中の宿題なんですが今回は自由研究にします何でもいいですから、調べてまとめてみてください例えば、歴史や文化または社会的なことでもいいし科学的なことでもいいです 今までにあった災害について調べてもいいですよ。提出は休みが終わって、最初に学校に来る日です。じゃあ、みさん、元気で過ごしてください。先生は生徒たちに何を伝えていますか一 休み中の注意。2> 2休み中の宿題。三、休みのスケジュール。四、休みについての調査。最も良いものは二番です。回答用紙の。 問題三の例のところを見てください。最も良いものは二番ですから。答えはこのように書きます。では、始めます。一番。高校で先輩が後輩たちに話しています。 僕は高校時代の友達を大切にしてほしいと思います友達と話したり時々喧嘩したりまた仲良くしたりそういう中で人間関係を作る力が身についていきます大学受験も友達が近くにいたら頑張ることができます勉強も友達から影響を受けることって結構あるんですよ 先生からの影響ももちろん大きいですねでもそれ以上だと思います先輩は何が大事だと言っています一 <1 S 2> 友達二 <2 S 2> 勉強 「大学受験」「先生」「2番」「女の人が話しています」 泳ぎ方をいくら本で勉強しても実際に水に入らないと泳げるようになりません。自転車でも同じですよね。頭で知っていることと実際にできることとは違います。そのことは外国語でもそうなんです。外国語の場合、勉強して上手になってから使おう。 と思う人が多いようですがそれではいつまでたってもできるようになりません使ってみましょうまだ自信がないなぁと思うぐらいでいいんです「女の人が言いたいのはどんなことですか?」。やる前に よく考えようということ 2> 2実際にやってみようということ3スポーツをたくさん習おうということ4外国語を勉強しようということ 3番留学生が話しています先週交流会に行きましたいろんな国の人がいてみんな日本語が上手でしたたくさんのイベントがあってすごく楽しかったですネパールやタイやベトナムの人が国の料理を作ってくれましたでももう少し僕が 日本語が上手だったらもっといいのにと思いました。今度行くときは、もっと他の人と話したいと思います。留学生は交流会についてどう言っていますか一 <1 S 2> 日本語もたくさん話したし、イベントも楽しかった。 2楽しかったが自分も国の料理を作ればよかった」「3楽しかったがあまり他の人と話せなかった」「4料理を作らなかったので楽しくなかった」 問題,4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか1から3の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは練習しましょう0。 会社で会議室に入ろうとしています。何と言いますか1いただきます。2, 2お邪魔しました。3, 3失礼します。最も良いものは3番です。回答用紙の問題3の 例のところを見てください。最も良いものは3番ですから答えはこのように書きますでは始めます1番パーティーで会った人に前に会ったことがあると伝えたいですなんと言いますか あの確か一度お会いしたことがあると思うんですが 2> 2あの確か一度お会いになったことがあると思うんですがあの確か一度拝見したことがあると思うんですが。 2番？2> 言葉の意味がわかりません。何と言いますか 1>,？1。ここにコピペと書きましたけど、どういう意味でしょうか？2。2> ここにコピペと書いていましたけど、どういう意味でしょうか？3。ここに。 コピペと書いてありますけどどういう意味でしょうか3番アルバイト先の会社で自己紹介をしています何と言いますか <S 1> 1 <S 私 リンと言っています。よろしくお願いします。二、私、リンと言います。よろしくお願いします。三、私、リンと言われます。よろしくお願いします。 4番、外国にいる人が、日本から来たハガキを見せています。友達に何と言いますか 1>, 1、ハガキが来たよ。日本らしい絵だね。2、ハガキが来たよ。日本みたいな絵だね。3、3> ハガキが来たよ。 日本のような絵だね。問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからその返事を聞いて 一から三の中から、最も良いものを、一つ、選んでください。では、練習しましょう。レイ,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 レイい。やあ、久しぶり。元気だった?。一。それは良かったね。二。 ええ、山田さんも元気そうね。3もうすぐ会えるね。最も良いものは2番です。回答用紙の問題5の例のところを見てください。最も良いものは2番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。 1>, 1番すみません、お水いただけますか ?1, 1はい、もらってもいいですよ。2はい、すぐお持ちします。3, 3ええ、いただきましょう。 2番今日は楽しかったね今度は森田さんたちも誘わない?」「1」「うんそうだね連絡してみるよ」「2>, 2」「うん連絡しなくていいよ」「3」「うん連んしてよかったね」 3番、2>, 2階のコピー機が故障しちゃったんですよ。これ、使ってもいいですか1、1> ええ、どうぞ。いいですよ。2>, 2、もう治ったんですか3、あ、コピーしてもいいんですか 4番。アルバイトの人が辞めちゃったんだよこんなに忙しいときに。1, 1アルバイトしたいよね。2, 2それはよかったね。3それじゃ大変だね。 5番、山本さんのふるさとってどんなところですか1、1> 静かでいいところですよ。2、母が一人で暮らしてるんです。3>, 3、今度の休みに帰るんですよ。 6番出張の報告書もうできましたか部長が早くご覧になりたいと1あもうできてるんですね 2, 2あもうすぐできますので 3, 3えっもうご覧になったんですか 7番。ああ、お久しぶり。ちっとも変わってないね。1>, 1。ゆうこさんも全然変わってないよ。2。2> 長くて退屈だったね。3。何か変わったことあるかな 8番昨日はお疲れ様でしたおかげでうまくいきました」1「1そんなに疲れていませんよ」2「2そんなに疲れたんですか? 3> 3」「3それは良かったですね」 9番歯が痛くてこの辺にどこかいい歯医者さんないかな 1> 1じゃあ早く歯医者に行った方がいいよ 2, 2歯医者なら駅前の中村歯科がいいよ3予約してから行った方がいいよ これで懲戒試験を終わります <music>